はい、本日2カ所目に来ました。2カ所目は三山大橋、徳島県吉野川三山大橋です。現在1時21分、6月8日、朝一はあそこです、ナマコの瀬に入りましたが、うんともすんとも言いません。3時間ぐらい頑張って11時半ぐらいまでかな、3時間やりましたが、うんともすんとも言いません。私が下手なのか、なんだろう、一通りの狙い場所は探ったつもりなんですが、何かを間違ってるのか、まあいないんだろうとは思うんですが、そう信じておきます。さあ三山大橋、昼から、2時間ぐらいあちこちうろうろして、どこもいないんですけど、どこもいないんですけど、あそこ江口の瀬、桁の瀬の上の方ですね、に1人入ってました。それ以外は見てないかな。この下のナマコの瀬もいなかったし、あそこその下の道の駅の前のところ、不動の瀬かもいなかったし、ですね、でその次は江口の瀬もいなかったし、ですね、あ、朝はあそこですね、ナマコの瀬の下側の方に誰か1人入ってましたね。後から来てました。ね、それくらいかな。しか見てません。いないんだと思います。かからないんだと思います。さあ、ここはどうなるでしょうか。おとりはまだ1匹しか使ってないので、今から新しいおとりで、三山大橋、この下の方までずっと攻めてみたいと思います。狙う場所間違えたのかな。頑張ります。
来た？もしかして来た？もしかして来た？来た。よいしょ。あ、来た。あ、一匹来た。一匹来た。ちっちゃいけど。うん、アユか、アユやな。ちっちゃいけど、大人に比べたらちっちゃいけど。うん、こんなとこにおるんか。ちょっと思ったところと違うところから来たぞ。来たぜ。よっしゃ、今年一匹目。酒針が外れないほどちっちゃなアユでした。人気。白いやつが来ました。アユでないように見える。寝がかった。深い海の。まんまん流れが。おるかな。あー、かけたのに切れた。うん、おるどこ行った？おる。よいしょ。あ、帰った。本日の釣果、どうと言ってませんけど、これですね。釣れたのがこれ一匹でした。なんか青いの何これ。ここはなんか青く見えるんですけど、これね、ここもほら光って青く、あるよね。油びれあるしね、あるよな。なんか頭のところが光って青く見えます。ここが青光りしてます。こっち青光り、ほらね。おとりよりちょっと大きい、ちっちゃいぐらい。頑張れよ。それでも15はあるんかな、これなあ。15ぐらいはありますね。はい、以上でした。ご視聴ありがとうございました。ちょっとだけですけど、ごめんなさい。また、明日は、なんか大雨らしいんで、もう、多分無理だと思うんですが、来週、またできそうだったらやってみます。頑張ります。どこ行こうかな、来週。
ではまたさようなら。